ちゃんちビスクです。鬼から電話デラックス、今回は寝ないときの電話をしてみようと思います。いろんなキャラクターに電話してみるんで最後まで見てってください。まずはミイラ男に寝ないときの電話をしてみようと思います。いくぜ。おぉ、怖いな、なんかすごいじーっとこっち見てるね。怖い。ミイラ男、行くよ、応答。うわー、誰だ、寝てない子は。また君か。また君か。この間、君のことを鬼たちが噂していたぞ。していた。遅くまで起きて、おうちの人を困らせているみたいだってな。今から、怖い怖いお化けを連れて、おうちに行ってもいいか？それとも早く寝るか？寝る。どっちだ？どっちか選ばなくちゃいけないのこれ。今すぐ寝るか、まだ寝ないか。まだ寝ないって言ったらお化け連れてきちゃうんですよ。寝るって言ったらお化け連れてこない。本当に？本当に？本当に？ちょっとまだ寝ないって言ってみよう。だって眠くないし、まだ寝ない。なんだって？まだ寝たくないだと？うん。夜更かしすると頭がガンガン痛くなって、うん、明日元気に遊べなくなるかもしれないぞ。そうだね。友達は元気に遊んでいるのに自分だけ遊べないなんて、うん、俺はそんなの嫌だね。まあ俺も嫌だけど。だから早く寝るよ。君も早く寝た方がいいよ。じゃあな。わあ、終わっちゃった。結局お化け連れてくるのか来ないのかよくわかんないけど、通話終了。ちょっとね、なんかふわふわっと終わっちゃった。もう一回電話かけてみよう。なんか寝るって選べるから寝るって言ってみよう。じゃあもう一回電話します。ミイラ男寝ないとき電話する。めっちゃじーってこっち見てるんだけどすごいな、目力がすごい。目乾かない？大丈夫？目薬さしてるのかな。まあ、いや、応答。うわー、誰だ、寝てない子は。また君か。また君か。この間、君のことを鬼たちが噂していたぞ。え、なんで？遅くまで起きて、おうちの人を困らせているみたいだってな。うん、今から、怖い怖いお化けを連れて、おうちに行ってもいいか？いいか？それとも早く寝るか？寝るか？どっちだ？どっちだ？あ、さっきまだ寝ないって言っちゃって、なんか、お化け連れてくし、明日頭ガンガンして痛いし、遊べなくなっちゃうよって言われたから。じゃあ寝るか。もう寝よう。もう寝ます。寝る。よーし、いい子だ。じゃあ楽しい夢が見られるように、俺様が魔法をかけてあげるよ。本当に？ふんがふんがふんがほい。はい。これで君は楽しい夢を見られるはず。なんだその魔法。早く寝なさいね。おやすみなさい。おやすみ。ふんがふんがふんがふんとか言って、すげえなんかお手軽な魔法だったぞ、今の。本当に効くのか？まあ何にもしないよりはマシか。通話を終了。本当にあの魔法効くのかな？まあ効かないにしても悪い魔法じゃなさそうだからいいけどさ。よし、じゃあ次行ってみよう。次は、じゃあこの他の動画でもう見ちゃったんだけど、早く寝かせたいとき、キョンシー行ってみよう。チビキョンシーなんだよね、こいつ。可愛いから見ようぜ。というわけで、早く寝かせたいとき、キョンシーに電話する。やあ。
めっちゃ眠そう。っていうかもう寝てる？白目開いてるけどね。大丈夫かな？電話応答ってやってもカーッとかいて寝てたら困るんだけど、ちゃんと話してね。応答！お札取れた。ワンシャンハオ？ワンシャンハオ？僕の名前はトントン。ワンシャンハオって何？こんな時間なのに、まだ寝ていなかったの？うん。早く寝た方がいいよ。そうだね。もうすぐ大人のキョンシーが、いっぱい集まってくるんだって。大人のキョンシー。遅くまで起きている子供のお家に、順番に回るらしいよ。怖いよね。眠そう。僕も眠くなってきたから、うん、お家に帰って寝るよ、うん、君も早く寝ようね。はーい。じゃあね。今一瞬お風呂もない状態で半目白目で寝てた。じゃあね。面白い。ちびきょんしー面白い。通話を終了。ずーっと眠そうだったね。ちびきょんしー。変なやつ。よし、じゃあ次行ってみよう。次は、このレイチェルっていうの行ってみようか。なんか骸骨のお姉さんみたいなやつ。レイチェル、寝ないとき電話してみよう。行くぜ。うわ。本当に顔骸骨だ。てか、顔だけ骸骨。音楽がすごい。神様が出てきそうな音楽だ。よし、じゃあ応答してみます。応答。こんばんは。こんばんは。レイチェルよ。どうも。あら、あなたまだ寝ないの？うん。睡眠不足はお肌の美容の大敵よ。そうなんだ。あら、これだけ言ってもまだ寝ないの？そんなにお肌に興味がないのかしら？まあ別に。だったら、うん、その綺麗なお肌を私にいただけないかしら？え？その綺麗な肌を私にいただけないかしら？顔の肌？いただけないのなら、さっさと寝ることね。大事になさい、その綺麗なお肌。わあ、ちょっと怖かったぞ。顔の肌だってこれあげちゃったらこっちが骸骨になっちゃうじゃん。あげれないよそんなの。わあ、寝るしかない。通話を終了。レイチェルさん、ちょっと怖かったぜ。じゃあ次このフランケン見よう。フランケンシュタインだね。なんかちょっと顔優しそうじゃない？この人。人っていうかフランケン。めちゃくちゃ顔青いけど。寝ないとき。よし、電話してみよう。行くぜ。音楽は楽しいけどね。すげえ頭に思いっきりネジ刺さってるよ。あとすごい縫い目がある。糸と針で縫ったのかな？まあ、いや、応答してみよう。応答。おお、俺様はフランケンシュタインだ。うん、知ってる。何？君はまだ寝ないっていうのかい？もうすぐ寝るよ。寝不足だと明日一日中頭がぼーっとしてちっとも楽しく遊べなくなっちゃうぞ。そうみたいだね。そんな時は博士に頼んで大きなネジを頭に打ち込んでもらうか、ぐっすり寝るかのどちらかしか治す方法はないんだ。じゃあ寝るしかない。君は人間だからネジは打ち込めないよね。うん、血が出ちゃう。だから今のうちにたくさん寝ておくんだ。はい。わかったかい？じゃあね。目がぐるぐるしてるよ。ああ、終わった。頭にネジ打たれるのは嫌だから、通話終了。フランケン、いいやつなんだか悪いやつなんだかわからないけど、とにかく頭にネジは打ち込まれたくない。はい、というわけで今回は、
寝ない時の電話をいっぱいしてみました。これ見てる人はもう眠くなったかな。まあ眠くならないにしても夜遅かったらもう寝た方がいいよ。明日は辛くなっちゃうからね。というわけで今回はこの辺で終わります。まだ見てないキャラクターがたくさんいるんで次の動画で紹介しようと思います。それではまたね、バイバーイ。